グスタフ・アドルフ・プリンツツー・ホーエンドー・オエ・シリングス・フィルストは、ドイツ出身のローマ・カトリック教会の司教数奇教。ホーエンドー・オエ・シリングス・フィルスト公フランツ・ヨゼフと、その妻でホーエンドエ・ランゲンブルク公カール・ルート・ビヒの、娘であるコンスタンツェの間の4、男として生まれた。両親の属するホーエンドー・オエ・ケは19世紀初頭に、売信化された、シュタンデス・ヘルカモンで、 多くの有力政治家を輩出した。長兄は、ラキボル公爵クビクトル一世で、時系の法遠道エシリングスフュルスト校、クロートビヒは、バイエルン王国首相、ドイツ帝国最相を、弟のコンスタンティンは、オーストリアの区内大臣を務めた。ブレスラウトミュンヘンで進学を学んだ後、1846年に、ローマの教皇庁立教会アカデミーに進学した。 1849年に司祭として除解され、教皇庁の世物分配室長を務めた。1857年には、エデッサの名義司教となる。1866年6月22日に、サンカリスト教会の司祭数期教に就任した。グスタフ・アドルフは、時系、クロートビヒット同様に、ローマにおいて優勢なイエーズス会の主張する教皇不可ビュー説には反対した。 第一バチカン公会議の閉会後、ミュンヘン大学進学教授、ヨハンネス・フリードリヒの勧めで復古カトリック教会の進学協議会に参加し、ローマを去って、実家のシリングス・フィルスト・ジョーに帰った。ただし、グスタフ・アドルフはバチカン公会議の結果自体には反対を表明しなかったため、ドイツ帝国政府は、グスタフ・アドルフをドイツ政府と教皇庁の間の調停役に、 責任だとみなしていた。帝国最小オット・フォンビス・マルク公爵は、強行ピウス9世に対し、グスタフ・アドルフを、ドイツ帝国政府への強行施設として任命するよう、要請した。ところが、教皇はすげなくこの要請を断り、ドイツへの施設は空席として、1874年にはついに、施設職自体を廃止に追い込んでしまった。 グスタフ・アドルフは1876年2月にローマに帰ったが、復権するには次の教皇レオ13世の選出を待たねばならなかった。1879年から1884年までアルバーノの司教を務めた。また1878年からサンタマリア・マッチョーレ大聖堂の主席司祭を亡くなるまで務めた。時系の黒をトビヒの改装録によれば、 グスタフ・アドルフは食事用のワインに、イエズスカイシが毒を混ぜるのを恐れて、ワインは、ミサ用のワインを試飲する際しか口にしなかったという。ありがとうございます。